いくつかの疑問は残されたものの、騒乱の端緒となった誤解は解け、蜀徳川連合軍と魏織田連合軍は双方矛を収めた。だが胸をなで下ろすいとまもなく、次なる騒乱が発生する。宮本武蔵、アキレウスらの独立勢力が魏織田連合の領地を急襲。守備していた黒田官兵衛と核は窮地に立たされた。宮本武蔵たちの狙いは何なのか、あるいはこれも玉物前の暗躍によるものなのか。疑念を抱きつつ、花公園たちは仲間を救援すべく出陣した。こりゃひどい状況になってやがる。早く手を貸さねえと皆がやべえ。こうなった理由を確認するのは後ですね。今は急ぎ角度のたちを救わなくては。あやね、はやぶささん、こんな形で戦うことになるなんて。ああ、嬉しいよ武蔵。やっと君と全力で戦えるんだね。ああ、浸るの後にしてくれ。とにかく急いで皆を助けに行くぞ。敵に囲まれてようが引けねえな。突破して味方を助けるぞ。行ってみっか。敵の増援かよ。だが簡単に合流させねえ。ここで足止めされるわけにはいかない。一気に突破する。やめとみさしと切り合える。皆さんの美しさに負けてはいられません。この長春街も華麗に咲き誇りますよ。おお、まるで噛み合ってねえな。聞いたね。足並みに不安が残るが、上皇、あんたもか。いそこなったぜ。いいやつだと思ってたのによ。渡れよ武蔵殿。拙者ら本当に身に覚えがござらん。我が魂、今こそ披露せん。お呼びですか。行ってみっか。お呼びですか。行ってみっか。お出よ。けい、けい、敵気象、俺様が討ち取ったぜ。我が魂、今こそ披露せん。行ってみっか。切り足りない。切ってあげる。切ってあげる。行ってみっか。奥の手だぜ。私は話を聞いてほしいんだ。血が昇ると会話ができなくなっちゃう。うるせえ悪党ども、こっちには話なんかね。これはまいった。まるで聞く耳は持っていない。友軍は分断され、防御線は破綻。この状況を打破するのは難しかろうな。冷静に分析している場合じゃないって。覚悟しやがれ。ひとひねりにしてやるぜ。決めたらない。つまらないし。覚えておけ。次は容赦しねえぞ。
敵将を切ってあげたよ。何よりだ。父さん、いいところに。いや、助かったよ。火種を消し尽くす。さすがのお働き。私の知略に勝てんと思いか。かわいそう。行ってみっか。てめえらこいつらの仲間か。俺がまとめて相手してやるぜ。増援とはありがたい。これでなんとかなりそうだ。お呼びで。その首いただいた。嬉しいよ、武蔵。やっと君を切ってあげられる。ジロー、てめえ、俺と切り合えんなら悪党の味方でもしちまうのかよ。あんたは俺に勝てない。天下無双の四字が背中で泣いてる。俺の究極の剣見せるしかないようだな。待ってやられるわけにはいかねえんだよ。いやあ、ありがたい。皆さんのおかげで助かりましたね。あいつらなんで攻めてきたんだ。何者かにたばかられたのだ。武蔵ならば騙すのも容易だからな。羊が群れたところ狼には勝てん。こっち無様な屍を晒すがいい。相手がたける獣ならばいい手があります。こちらの戦力の組み場に一つ試してみますか。よし、なら俺と息子に任せてくれ。俺たちの力のたっぷり拝ませてやら。やつの進路には弓兵を伏せてやる。その正射に合わせて背後をついてください。立派立派。
狂気だ。敵に矢の雨を降らせる。小賢しい真似をする。弱兵どもが何本矢を放とうと無駄だ。背後からも兵が現れたか。面白い。お呼びですか。この戦場を貴様らの血で染め上げてやる。これこそ至極の魔力。切り立つ燕の石。いつまでこのぬるい戦を続ける気だ。遠くから矢を射かけても俺には当たらんぞ。そっちは賑やかしよう。俺様の矢は行ってみっか。当たると痛えぞ。あちらの勢力が盛り返してやる。我らも行くぞ。この戦いの因果を見極める。龍様、私もお供します。私は正面から奴らを攻める。切り足りない燕の石。覚えていろ。あって他の忍びらが戦場から姿を消したな。怪しいね。念のため兵を服しておこうか。おお、申し分ない働きだ。潜入完了。門番は撃破した。これで門も開くはず。さすがの腕前。だがその武器は予測通りだよ。これ式の障害押し通るのみ。私が止める。さあ、潰されたくなければ道を開けなさい。あなたは私が叩き潰す。ツバメ返し。行ってみよう。妖怪のあだ名は伊達じゃねえ。私を本気にさせた。お手の手だぜ。たっぷり後悔するといい。お呼びです。ユーガーね。ユーガーに敵将長春愛が華麗に討ち取りました。私がやられるな。誰も因縁とやつ。ユーガーに、ここで決着をつける。あやね、どうしても勝機はないので。これはきつい。おっきなお呼びですか。この剣に惹かれたわけではないようだ。己の剣に酔うのよ。全力で打ち倒そう。ここに助けるのはありがたいね。お前の信念しかと感じる。もはや刃を交える意味はない。ここは引く。降りぬか。切り足りない。まだだ。燕返し。俺の戦いはまだ終わっちゃいねえ。お姉様、
し訳ありません。聴覚、怪我は大丈夫なのかよ。に従い敵を撃つのみ。分かったけど、あんま無理すんな。俺が全力で戦ってやるからよ。さすがですな、将兵らの士気も高まりましょう。立派立派、俺もそれなりにやらないとダメかな。いつにも増して美しくありませんね。今日のあなたはまるで別人のようです。要塞のあだ名は伊達じゃねえ。お呼びですか。これこそ至極の魔よ。天よ、我に力を授けたまえ。ここまで苦戦を強いられるとはな。なぜだ。一瞬尻尾みてえなのが見えた。妖怪の頭は伊達じゃねえ。昇格をやりやがったな。容赦しねえ。優雅に。いやはや、これはなんとも厳しい。気に足りない。意外にやるな。王冠がやられた分の貝を返すぜ。覚悟しやがれ。よく切り合えるな。楽しもうよ、武蔵。ふざけんな、小次郎。楽しんでんじゃねえ。引かざるを得ぬか。鉄柱を切ってあげたよ。お呼びですか。これまでよ。至極の魔力。さすがですな、将兵らの士気も高まりましょう。行ってみっか。ポリャーポリャーポリャー。おお、申し分ない働きだ。この俺が押されてるだと。てめえ、ありえねえんだよ。やれやれ、とんだ騒ぎだった。え、結局原因は何だったのかね。さあなあ、まあ、考えてもしゃあねえ。誰か事情を知ってるやつに聞くしかないわな。酔いしれましょう、この美しき勝利に。さて武蔵殿、俺たちを攻めた理由を教えてくれるかな。だから何度も言ってるじゃねえか、先に仕掛けてきたのはお前らだ。聴覚を騙し討ちしやがっただろう。俺はそういう卑怯なのが一番許せねえんだ。少子、勝手な思い込みで騒乱を起こすとは、己の愚かさを道をして回るようなものだ。なんだと？てめえ、しらばっくれる気か。おりゃ、あれだな、賜物前と脱気の仕業じゃねえか。似たような話、俺は何度も聞いてきたぜ。偽物が何人もいるとしか思えねえ事件をな。偽物がいるだと？そんな話信じろってのかよ。信じられないのも無理はありません。しかし、相手は人ではないのです。
何が起きても不思議ではない。この世界であなたもそれを知ったはずです。それはそうだけどよ。まあ急に信じろってのも無理な話だ。今は納得できなくても構わねえぜ。ただな、こっから先は協力してくれ。俺たちもこの状況を何とかしてんだ。分かったよ。俺たちもお前らに力を貸すぜ。